あまり気に病まないでくださいな。
とりあえず会員登録を紹介いたしますので、お名前と電話番号を教えていただけますか？はい、登録を確認いたしました。ではパーティーラインに接続しますので少々お待ちくださいね。パーティーラインに接続します？はい、接続します。頑張ってくださいね。
わいいプリシアちゃんです。なんだかすごくかっこいい服装の女性があなたとの会話を熱望してるの。だいぶ気に入られちゃったみたいね。そんなわけで回線をつないであげるわ。頑張ってね。Thank you.
言われちゃうと困っちゃう。料理は得意じゃないし、売り言葉に買い言葉みたいなノリで手料理すること決まったでしょ。美味しいもの作れる自信ないんだもん。
向こうで待ってて。
もうほとんどやることないし。へえ、今日は私が作るんだから邪魔しないでよ。
われるほどのことでもないけど。本当にまともならよかったんだけど。照れちゃうこと言わないで。ほっとする。ねえ、これからもこんな風に会えたりできるといいななんて思うのは早すぎる結論かもしれないかな。性別を超えた仲のいい友達でいられたら、いろいろな意味でいいと思うんだ。どうして？それは、急に冗談やめてよね。変な気分になっちゃうじゃない。そんなの別に気にしないけど。それじゃあ、一郎ちゃんは私に何をしてくれるの？してもらおうかな。そんなの却下に決まってるでしょ。とにかくゆっくり考えてから結論出すことにしたから、首を洗って待っててね。しようかな。楽しみ。そろそろ帰らなきゃ。一人で帰れるから。帰り道くらい覚えてるから大丈夫。私なんかに構わなくていいよ。
しみにしてたんだけど。でも迷惑でしかなかったでしょ。私のことなんて何とも思ってないでしょ。それなりの接し方ってあるんじゃないの？そんなことも気づかないの？もう信じられない。なんだか嫌。自分も一郎ちゃんも。謝るって言うの？適当なこと言ってごまかさないで。なんだか今日の私おかしい。ごめん。